デューさん右クリックを狙っている。この角度どうでしょうか。丁寧にクリアリング、リパブロのファーザーキルから置いたのカバーです。素晴らしいプレー。これでスパイクドロップの音がしました。ペイント弾でまずはコンネルにグレネードを投げる、うん、そしてネズはワンワウンドを挑んでいきました。置いたんが倒されます。武器が取れますかね、これで。まあ、一つ武器を獲得しましたけども、スパイクは現在 B 側。まあ、このまま A のローテーションというのが一般的ですけれども、しっかり B から A に一人寄っています。影が向かうぞ。このラウンドはあまり勝ていなかった分、クレジラ君としてはもう、まあ、ラウンドを取るというよりは、そうですね、設置をしたいっていう気持ちが強いでしょうね。あと30秒、ダークカバーを入れながらですが、ネオキング、今日は乗っています。しかもこれ政治がいないので壁の頭1個ができません。取り返し、今回はスロープからの取り返しはありません。ただスロープ以外においては綺麗にクロス組んでいるので、うまくいけばというところではありますね。そしてダークカバー、これは誰が先行するか。アフターショックの音がします。おいさん、まずは右、あ、素晴らしいジャンプした。そしてイントロもキルを取り返す。イントロなんと2キル取っている。中にはポポガチ、おいさんと入っていく。最後はワンオンツー。ここの射線はどうだ。体力が削られている。リオン、最後はリパブロが抑えて解除成功。いや、こういうところでキングが置いています。ダークカバー外、ファートピック、あ、ゼファーを抜いたのは大きいぞ。これでエントリーのゼファーをよく食べました。これで4対5の人数状況。ブラックバードイグニスがやはりファーストピックを取っています。フラックさん、今のピチですね。そしてローリングサンダー加えながら、ここにはいない。さあ裏はどうだ。綺麗にパラノイア、リオン、ここは優勢なままワンキル獲得、うん、そしてヘブではネオキングです。4対3の人数状況、まあ、人数有利はイグニスですね。さあ安定した壁を作っていきます。下にいるイントロ、1-1交換、2対3の人数状況、取り返しはブラックバードイグニス、3人でピークしたい。イントロ、イントロ強く、ついにキルまで追ってラストオンワン、最後はリオンです。ここで行くのか、ジェット軸でいくか、メスはブラストバックを、おお、二方向攻め、ハサミに行きました。これはヘブンから打てません。そして中を取りに行くクレイジーラクーン、素晴らしいです。いや、この構成の強みですよね。彼らしかにしかできない取り方をしたので、ここいち早く切り返して B が攻めたいところですね。ただ B 側には待っているネオキング、ただもう行くしかないですよね。あとは人数でね、押すしかありません。メデューサが蘇生、これで人数が多いのが分かっています。そして無理やりローリングサンダーを加えてから入っていく。レースはここからパーティータイム、わー、守ったリカブロ、ただ設置もできて、ここでバリアオーブを使えたので、折り返し5対4の中、ゼファーがワンピック取ってポエムが倒されます。そしてポポガチ蘇生、センターには1人残っているぞ。リオンが裏取ってる、注目はセンターリオン、裏を取っている。1人目、2人目、3人目が見えた後ろからリオン、しかもホームのが守りに対してなった時どう響くかですね。来るぞ、視界を、視界を見てろよ、完璧、おお、3人目、それ見えねえよ、見えますよ、今オフラインでもゼファー劇場です。いや、見えなかったですよ。3人目のリパブロは、2人目まではまあ分かりますけど、3人目が分からなかったですね。今の早すぎましたね、早すぎました。これは引くしかありません。これがゼファーですよ。いやー、バイクを設置、本物ですね。この場で出してきましたか。そう、オフラインでそれを出せる人間で一握りです。パーフェクト。そしてゼファー、このラウンド4キルゼファーの位置には気づかないでしょう。この位置、さあ手前、そしてブリンクで逃げていきます。その間に A サイトをしっかり取って設置完了です。いやー、面白い。ネオキングかゼファーか。そうですね、スパイクを設置。ネオキングなら何かしてくれる気がしています。かなり調子安定してますね、今日は。特にオペレーターとシェリフ、かなりいいキル出てますから。ただここは右クリックなら確実に仕留められるぞ。右クリック、ネオキング、見えた、あと1個しかない。武器を持ち帰った、フラッシュを食らっている。分かってますけど、しかしオープン設置、おー、クラッシュ、ラストはネス、武器拾わないと弱い。ここまで来るのネス、どうだ、角度を変えている、
立ち回りのユゼオカットのポエム。チャージがないわ。降りました。やはりこの人数差と体力も結構削られているので陣形が苦しいか。イグニスはかなり苦しいと思いますね。ブラックバードイグニス、その間にネオキングがワンピック取って4対4、人数状況イーブン。ダブルピック、イントロポポ勝ち、1位交換3対3、ポポ勝ちのポジションがいい。どちらのカバーもしてる。メデューサキル取って、そしてリオンのカバーが入った。解除は間に合うが無理やり取りに行った。素晴らしいプレーを置いた。これは間に合わない。クラッチプレーを置いた。お見事。大きな情報が取れないのがクレジラ君の唯一の、この構成の欠点ですよね。しかも今ディフェンダーサイドの足音も聞こえましたので映画はやや薄めというのも分かっているでしょう。やはりこのワイヤーがないというだけでこのハサミを容易に許してしまうのが。スクリーンにスモーク、そしてヘブンにフラッシュとともにリパブロが投入。ネオキングは一番強い位置で待ち構えますが、中ではリオン、リオンをどうやって潰すか。ホールドラインは入っていません。あと30秒。なるほど。なるほど。スクリーンまで逃げた。うまく逃げましたね。よく逃げましたね今のは。今の角度的に逃げれるか怪しかったんですけどね。待っている。ネオキング。あ、外した。ただ武器は持っている。ファントム前に出る。おお。カバーに入った。メデューサ。リオンド。そして蘇生が入ったワンオフリー。待っているポエム。ツーキル。リザレクション見事対応しましたね。ローリングサンダー。さあどうだ、これ避けれるんじゃないか。待っていたリオン。避けた。おお。立てて、そして中に入っていくリパブロ。いや、うまいですね。これで設置までいけそうです。結果的に唯一空いていたエーセット取りましたよ。エコとしては十分な設置です。しかもなんなら守れる可能性もある。こねたリパブロ、パラノイア。ただなんか味方も食らっている。中に入っていくがどうだ。2位交換十分だ。リオンがそのカバーに入っている。かなり削りましたね。最後はネスのキルでいいジェットがいるのも分かりましたね。ただ A の中まだ取れていません。さらにはヘブンも取れていません。どういうセットアップで来るか。レファーのフラッシュ食らう、ブリンクするものの何度か避けた。なんだなんだなんだ、どうなってる。なんだなんだなんだ、このマッチは2-2交換する中、ブラックバードイグニスがさらにポポ勝ちのオペレーターでキルを取って現在3対2。人数有利を取っているので、まあ、しかも一人方面が、リパブロですかね。リパブロがメインの方に待機できているので、はい、かなり形としては、あ、ただダッカバーした。これでリパブロの射線が切れました。そうですね、これによって中の可能性を警戒しなきゃいけない。この間リオンがキルを取っている。どうだこの戦い。少しお互い警戒している。ネスが見ていた。ショーストッパー、右にはリオンがいる。くるっと一瞬、しかしリオンが後ろにいました。本当逆転力がある。いや、むしろこうすることによって P1 で済んでる。しっかり逃げれない。ブラストパック失敗。惜しかったですね。そして蘇生が入りました。ネオキング復活、そして武器を回収できました。そしてヘブンはポエムと2人で行く。オイターン、いや、まだ1人リオンが隠れてる後ろから。リオン2キル。リオン3人目は、いや、オイターンがここは止めた。ただこれ設置する時間あるか。あー、倒しきった。構えたのか音を聞く前に構えてたのかまではちょっと僕もわからないですけど。あと30秒。あー、まあでも分ボトルの時点で構えてたかもですね。あー、でも来ましたよこのリオンの立ち回り。さあ来ましたね。これがリオンの強さ。リオンはこうやって一人でこう逆転することを狙いますよね、積極的に。そしてテレポート、素晴らしい位置だ。リオン完璧すぎる。恐ろしい立ち回り。あと10秒。スパイク確保はしました。ただ人数状況有利。上から味方が間に合って、おお、なんとか。リオンが B メインにないことを確認しましたね。これで A 確定でしょう。面白いのはポポ勝ちセンター。あと30秒。メデューサを食った。これでセンター掌握、ね、そしてポイントの中では置いたのキル。キルを取っているのはブラックバードイグニス。ネスだけ残った。ラスト、元ブラックバードイグニスネスがワンフォー取れるのか。クレイジーラク圧倒的に不利や。あと10秒。バイクを設置。そうせそうせ。さあ2人目、いる位置は分かってるぞ。まだチャンスある。避けてる。どうだ決め打ち。ああ、惜しい。いや、うまい。
一人で3人を対処している。中に入っていった最後はリパブロ。リパブロ。アタッカーの勝利。第1マップ。ロングを取りに行きました。ただショート警戒の、うん。クレジラ君、ネオキング、シェリキング。でもネオキングがあそこに入っていたことによって結局 A ロングのコントロールをさせないように潰せていたっていうのは大きいですよね。ファーストシリフですよ。先ほどもそうでしたけど自信あるんですよね。ここはアラームボットを壊しました。中に入っていくクレジラ君、ゼファーの設置。さあそれに対して、お、設置できてない。アフターショック、そしてシェリキングの2キル目。ファーストラウンド輝きすぎでしょ。入っていく。ここは縦に並んだ。リオン2キル、3キルは味方のカバーがある。バラの湯を入れた。ここにはいない。スモークの陰に隠れていた。こなんでしょう、このダッカバーを使った駆け引きがリオン選手うますぎませんか。これで人数状況逆転。クレイジーラクーンは A 展開で設置完了。ネスはこの位置オフアングル。ヘッド当てた。どうでしょう、リパブロの取り返し。最後はイントロです。も思いましたけれども、あのこれアンチエコって分かっているはずなんですけども、そこでもこう油断をしないっていうか、まあ、できるだけ丁寧にセットアップをして安全にこうデスを取られないように、丁寧に立ち回るのが本当にこのセカンドラウンドのクレイジーラックの特徴ですよね。ブラックバードイグニスは A 側全員でクリアしました。そしてショートまで詰めていくアグレッシブな動き。それに対して B 設置、ただワイヤーも置いてあるし、後ろから全員一人だけ A ショートが来ています。どうだ、ワイヤー切った。おお、気持ちがいい4人抜き。しかもこれでローリングサンダーが上がりました。いや、高回転ブリーチ来ましたね。来ましたね。耐え死の時に使う判断、よく我慢できました。いや、ここで温存できて、しかも5人全員生存ですからね。サイトから離れます。ショート1、そしてロング2、その間にリパブロが1キルを取っています。これで4対5、5人での取り返し。ブラックバードイグニス警戒しているのはローリングサンダーでしょう。フラッシュを入れながら、しかしドローンも返ってくる。スモークを入れながら設置。解除音が聞こえてからローリングサンダー、これでヘッド。ほとんどの人が当たってる。いい追いたんのケージで何も見えない。ゼファーが倒された。さあどうだ、時間は十分ある。解除はどうだ。いや、ワオツー、ワオツー、リパブロの解除。あとはくぼみ、イントロが倒すものの解除は、これは間に合います、ね、間に合います。いや、いや、際どいぞ。どうだ、際どい。ポポ勝ち、突破なり。ギリギリよく解除。先ほども見せたショックダッツですね。積極的に使っていきます。これ、田舎にタレットがあって今反応したので B 設置場で持っていきます。早いですね。アフターショック、ネスが縦になった。ただこの設置はどうでしょう。設置自体が間に合ってますからね。5対4。そして広場を取りに行くクレイジーラクーン、対してハンターズフューリー使うかな、はい、リンクからの取り返し。ブラックバードイグニス、オイタンがゼファーを取った。逃げられないぞ、一発は受けられる。そうですね、ハーフまで持っていって、そしてカウンターのローリングサンダー、2発目を受けた。ポポ勝ち、ハーフまで入って無理やり解除しに行くが、どうでしょう。ハーフ、ハーフ以上抜かれないことを願ったが、最後はイントロのキルです。の取り返し、手前にいるぞ。もうどっちもフラッシュポイント構えてる。フラッシュ、フラッシュ。ここはポエムが走り打ち、うん、これ武器獲得を2キルまで取っているリパブロのカバー。なんとトレードでは、なんとブラックバードイグリス 1v1 ロックダウンあるぞ。使うかどうか、すごいところにセントリー。目的する。逆にリコンボルト、オイタンスリフティ。邪魔しないで。イグニス、なんとエコラウンドで取り返して、まあ、しばらくは A は出ていく重視でしょうね。流れを変えるネオキングのファーストキルでしたが、それを見てから B に展開。素早い展開、クレイジーラクーン。そしてなんと A リンクまで。これは相手がオペレーターなのが分かっているからこそ、ゼファー素晴らしい動きだ。そして逃げられないぞ、誰が逃げられないんだ、 お前だ。完璧だ、設置完了。絶対に逃がさない。ここは頭1個狙っていました。2対3の人数状況。ただクレイジーラ君は体力が減っています。パラノイアを入れた。お互い体力がかなり削れてますけど、リパブロの向きがあって2対2の人数状況。ローリングサンダーを控えているクレイジーラ君、ぶっ飛べ。打ちますよね、これは当たります。
ただ物静か、気配がなくなりました。タレットが復活、上にも見えた。いやー、イントロ時間稼ぎに専念すればいいだけ。ここまでロックダウンを打てていない、解除ができない。ネスが待っている、これはキープの選択です。さあフラッグさん、今のゼファーの動き100点満点でした。いやロックダウンです。かなり広いところにロックダウンがいきます。オイタン、そしてロング側に、これロングで発動して逃げれないようにしてるかも。そうですね、グレネード展開、グレネード展開、ここから中に入っていきます。ボガチ、ここで解除の音を出しました。リコンボルトで2人移りました。カウンターのリコンボルトイントロ見えました。うん、これは強い。そして後ろからメデューサ解除、おいた間に合ってる。しかも2人持ってった、2人持ってったフォークを入れた。そしてネオキングはアルティメットを所持しながら、まずは解除フェイク、ハーフまで行くか。ハーフまで持っていくことが目標ですかね。いやこの角度なら行くのか。ネオキング、ただ人数状況はイグニス有利なんですよね。そうですね、からこそ仲守んないといけないシチュエーションになっちゃったのかもしれない。これパラノイア残ってますよね、おそらく中に入ってくる。リコンで3人見えました。お互い見えてないです、これ。いいカバー、ハーフまで行くか、あとは抜くだけか。ショートに滞在しているリオンを最後は抜きました。追いしまいましたが、その分情報を得れたので、味方の死を持ってこれは手薄な C を取りに行きましたね。まあ、あとはアルティメットどう使うかですね。そうですね、おいたん、ここでのワンキルは大きい。こうなると使いどころとしてはこのラウンドですね。アフターショックで裏はクリア。このラウンドイグニス絶対落としたくないと考えているので、ここは間違いなくハンターズフィリーです。4対2でのハンターズフューリー。さあまずはどうだ、無理やり倒しに行く、ただ目の前にいる、これは解除の敵に打てない。さあ無理やりだ、お C は引き目になりました。あ、なるほどね、開ける作戦ですか。ここからは無理やりもう B 展開でしょう。今のところクレイジラ君ね、 B 展開に対する抑え方かなりうまいというか、積極的に勝負しに来るんですよね。いいパラノイアだ、早めの突入だが抜いている。オイタン、そしてナノスワームでこれで中に入らせません。無理やり入ってきた。いや、それは読めない。これで時間稼ぎもできているので、これ一回後ろ下がって A 取れているので A による可能性ありますが、ただ A から出たネオキングをイントロがディフェンダーサイドから切る、取ってちょっと行く場所を失いました。あと30秒、ただ A は空いているのが分かっていますが C 展開、いや、ただもう寄ってきてるんですよね。逃げられないぞ。さあ俺はハンターだ、当たっているか。ラストはイントロ、自己紹介をしている間にここは設置をされてしまいました。バイクを設置、2人で勝負する形ですね。ダブルピークオイタンティっていうのもねありますからね。ただ見てください、オイタン裏取られてるんですよ。後ろから2人詰めてくる。オイタンよく対応しました。しかもジャンピークも確認できたので開ける。そして C 中設置でロング側に全員寄りました。うん、ローリングサンダー対策にしてはこれはこれでリリーリスクありますけど怖いですよ。うん、解除はじゃあここはショックダンスとともにネオキングが抜きました。ポエムを加わっていく、無理やり解除したいがスモークは開けた。ラストは全員で詰めていく、うん、これ勝負しそう。メデューサ3人が見えているか。いや、飛んだ、エゴを出した、飛んでいる、撃ち落とした。2人目、3人目は何も見えないが、カバーが入っている。クレイジーラクポポガチカバー、どうする、どうだ。有利を生かして、はい、まあ、相手の位置を予測してこうやって守りの位置を変えていくのがこのラウンドにおいて、まあ、先ほどもそうでしたけどよく刺さってますね。ガレージからのエントリー、 C へ流れていく。おい、分かってる、ネオキングダークカバーを入れているのでここから先に出られないが、出てきたところをうまく打ち抜いたネオキング。いや、これイントロやられたのかなり痛いぞ。これで4対3です。人数状況はブラックバードイグニス、リコンボルトがないリテイク、命のラウンド。クレイジーラ君どうなるか、3人での取り返し。いや、リパブロバの残ってんだよな。リオンが取り返した。3対3、人数状況はイーブンです。パラノイアを受けているポエム、どこから敵が来るかわからない。リコンを返しているのである程度の位置は分かっているが、どうでしょう。
いやかなり中で攻撃が時間稼げてる。頭1個、これはゼファーが抜いた。イージース交換、左気づかない2対1、どうなる、ポポ勝ち、新規加入ポポ勝ち。